杉です。元気ですか？昨日なんで泣かせる未練の基礎の雨。10月の23日に発売しました。今回は基礎の雨、雨シリーズの3部作の最後でございます。はい、これはですね、眉山の雨、それ金沢しぐれ、その後に出ました、基礎の雨ということなんですけども、今回もですね、恋に落ちた、そして忘れられないあの人の面影を未練心を抱えながら一人思い出の地を旅する、その思い出の地というのが基礎なんですけれども、2コーラス目にこういうふうにバスを乗り継ぎ山あいの宿ってこうあるんですけれども、ぜひ皆さんもこの行ったことなくてもこの歌の中で、基礎の雨を歌っていただくと基礎の宿の良さとかそういう雰囲気を味わいながら、旅できると思いますので、ぜひぜひそういった歌になっております。楽しんで歌って覚えてください。よろしくお願いします。ぜひぜひ皆さんに気をつけていただきたいなと思うのは、こう一番最初の御山しぐれっていうところがあるんですけども、だ普通に御山って歌うよりは御山、こうちょぼーんをちょっと入れていただいて弾む感じにすると御山ってこうだらけた感じにはならないと思うんですね。あとはもうこの一番最後のところは思い切って未練の基礎の雨っていうところは歌ったっていうやっぱり達成感があると思いますので、その辺をしっかり歌っていただくといいかなと思います。いろいろこう変化をつけてみて歌ってみてください。よろしくお願いします。やっぱりデビューした当時は歌をいただいて、その作品の中でその主人公になりきって歌ったりするんですけど、今ももちろんそうなんですけど、やっぱ若い時って考えなかったようなことがやっぱり今の年齢になって作品をいただくたびにやっぱりこの女性は深く考えるようになりました。ちゃんと健康管理して2人で食べてんのかなとかいろいろそういうこととか、やっぱり生活に馴染んだことをなんかし、若い頃はもう元気いっぱいで全然考えたこともないようなことをやっぱり歌をいただいて、あ、いい作品だな、この人はこういう人に知り合えてよかったんだとか、やっぱり人の苦しみとかこういう恋をしたからこういうふうに悲しんだり、そしてまた明日に向けて頑張っていこうと思えたり、そういうことがあるんだなっていうことを最近なんか思いますね。はい、それが一番でしょうか、最近思うことで。はい、あとは、健康法としてお風呂の中でいつも泳いでます。以上。はい、それではこんな風になりました。歌詞の中にもあるんですけど、私の好きなところで恋の忘れ字、恋の忘れ字って本当はないんですけど、やっぱりその女性の気持ちがこうこれに一言にこう出てるかなと。ちなみにここは基礎の山あいなんですけども、馬込塾、ここは馬込塾、一応石畳を書いたつもりがちょっと表現し小さすぎて表現しにくかったんですが、馬込塾が見えております。以上でございます。いつもありがとうございます。そしていつも、見てくださっている方本当にありがとうございます。今年はデビューして夏契約も28年目になりましたけれども、30年に向けてちょっと生きてるかどうか分かりませんが頑張って、あとまだ2年ありますから、いろんなことを歌だけでなくて、ちょっとお話先ほどもしてたんですけど、こともちょっとやってみたいなと思ってるので、なんか日本人に生まれてよかったみたいな、30年には皆様にちょっとご披露できるかなと思うぐらい、桜ぐらい弾けそうになったらいいなと思っております。そういう風に考えております。今日この頃でございます。夏希子、これからも一生懸命頑張ってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。